なおですね、すぐシャトルバスで移動しますのでね、水、帽子、そのようなものを、携帯してすぐ出発できるような格好で、集合してください。しますね。よく聞いてくださいね。みんな聞こえる？聞こえるよね。聞こえたらちょっと手を挙げて教えて。聞こえる？Yeah.
では堂々たる優勝ゼッケン3番下村陸くん中学生クラス CRF150R。 じゃあ一言感想を。皆さんお疲れ様です。結構ハイスピードでもう腕パンパンですね。もう動かないですね。結構面白かって、んでまあ優勝できたで嬉しいですね。こういうコースはどうですか、ゲレンデの気持ち。めっちゃ気持ちいいですね。走ったことあります？まあ今までないけど。ないですか。また走りたい。まだ走りたいですね。よかったですね。堂々たる、もう堂々たるインタビューすごいですね。慣れてますね。小学生クラス31番、関根亮太くん、おめでとう。ありがとうございます。どうでした？思ったより長くて疲れました。疲れました。早かったね。コースどうでした？勝沼クロスパークよりは楽でした。聞いてますか、オーナー。どうですか、どっちのレースが楽しい？こっち。来ちゃいました。もうね、頑張ってるもんね。おばちゃん、これ以上遅くなりたくないからやめてね。ファンで今度出ようね。はい、ありがとう。次は小学生6号クラス。なんだっけ、何番だっけ。そうだ、64番村松和樹くん、おめでとう。コースどうでした？長かった。長かった。でも早かったよね。コース楽だった？楽。楽だったって。もっと難しくしてくださいって言ってます。はい。また走りたいですか？はい。じゃあ他に感想。風邪ひいてて大丈夫かなって思ったけど3位取れてよかったです。素晴らしい、おめでとうございます。じゃあ入賞の3人、写真をどうぞ皆さん撮ってあげてください。でこれ回すんだ。知らんぷりして嫌な人に向ける。おーまーる。うー投げんな。おー自分でかけたー。リップさすが慣れてます。あいた、頑張れ亮太、頑張れ亮太、頑張れ。よいしょ、ぐる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 、もうちょいねじって。あーいたいた、はい、振って親指振って。キッズ小学生クラスゼッケン31番、関根亮太くん、はい、台の上どうぞ。はい、キッズ、ミニクラスゼッケン64番、村松和樹くん、台の上どうぞ。ゼッケン61番、佐藤小鉄くん、キッズミニクラス第2位です。台の上どうぞ。はい、おめでとうございます。真ん中もうちょっと真ん中にみんな集まって写真ね撮ってもらうからね。じゃあそうですね。じゃあさっきコメントいただいてないんで、佐藤小鉄くんかっこいいね。コースの感想をまずどうぞ。石がいっぱいあって結構難しかった。難しかった、はい。ポジションうまく乗れてよかったです。優勝狙ってた、狙ってた、ね、頑張ったね。お父さん、お母さん、ありがとうございます。お父さん、お母さん、ありがとうございます。ありがとうございます。キッズクラス第2位、小鉄くんのコメントでした。いい笑顔で、笑顔で、お父さん、お母さん、ありがとうの顔で。いえでした。すいません。待ってね。